渋谷渋谷節。いや、私もショールーム始めちゃおうかな。じゃあ行っちゃえ。すいません、失礼します、お邪魔します。そうね、今村美月さんのね、お世話になります。あの方々お疲れ様です。ありがとうございます。はい、暑いね。めちゃくちゃ暑い。そうよね、なんでこんな暑いの。急速に冷やそうや。え、急速に冷やすした。でも、もうめっちゃ温度下げましたよ。あ、そうなんじゃ。ちょっと待って、こんばんはなんか、あ、でもここ行ったらちょっと涼しいかもね。じゃあずらす。ありがとう。もう風量強にしました。うん、 Thank you。 ドン、こんばんは。改めまして、こんばんは、おきぼです。きぼ、もう 帰ってっていうか、ホテル着いて5分で即配信、うん、だからなんか空調も全然整ってない暑い。さっき着いた。さっき着きました。結構長かった、うん、こんばんは、お疲れ様です。今日はシティ48全国ツアー東京でした。いやー、ねえ、すごいですね、渋谷公会堂で。ねえ、ねえ、めっちゃすごかった。広いし、どうでした？なんか、うん、大人数良かったね、うん、なんかコンサート感ありましたね、うん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 、なんか、うん、普段見られない感じが見られたりっていうかさ、これがシティの正規メンバーなんだなってすごいなんか実感、うんうん、あんまり花垂れとかもやっぱ16人しか出ないし、うんうんうん、そうそうね。次はね、大阪もまひなさんも一緒にね、ね、出れたらいいなっていうか、出ようね、うん、よいしょ、体調には気をつけて、はい、30人一クラス分、学校で言ったら、こんばんは、うん、楽しかった。カムカムレモンありがとうね、皆さんに配ってね。いいね。カムカムしたのかな。カムカムレモンのレモンってさ、うん、瀬戸内さんらしいや。え、じゃあ実質もう STU メンバーを、うん、食べてる。カムカムみたいな。でもすごいですよね。よく始めたな。ご好意でだって ね全員に来てくださった、本当にファンの皆さん全員にね、お配りして。いいの。すごい。食べました？食べてない？え、カムカム？うん。人生でってこと？今日の？今日あ、そうなの？え、なんかメンバーにはチョコレートくださってた、うん、ああ、え、カムカムあった？いや、なんかあのステージに出すよ、あ、出すよ、初めてステージでもの食べたね。え、うん、なんかちょっといけないことしてる感覚が、うんうん、いいな。そうです、あそこ着替えてたから私。あ、そうですね、出たかった。そうだそうだ、寸劇、うん、そうなんです。楽しかったでございます。いいわね。ツアーもしかしてほぼ同室ですかね、私たち。ほぼじゃない。神戸違った。あ、そうだ。福岡？あれ、福岡も違う。福岡一人部屋だ。福岡一人部屋だっけ？うん。え？私一人部屋だった。本当に？え、うんうん。で、マイケルとご飯行った思い出が。あ、そう、うん、え、違うんですか、違う人もいる、もしかして。え、分かんない一人だったかも。そうそうそう。で、あ、名古屋から。名古屋、うん、2回目じゃん。2回目か。そうなんです
マイケルとご飯。違う違う、マイケルじゃない、マイキー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 、瀬戸内のマイキーとご飯。そうなんです。結構同室になるメンバーってなんとなく自分で分かるというか、うんうんうん、だろうなって、うん、多分みちさんだろうなっていう感じで、うん、みちさんでしたね。確かに、うん、マイキー、マイケル、マイケルは多分千穂さんとかと一緒、うんうん、お腹すいた。ねえ、お腹すいた。ご飯食べたい。え、持って帰った？持って帰ってない。え、ご飯ですよ、うん、え、今日はあったかいご飯をホットミールあった、そう、用意してくださってて、はいはいはい、私はでも開演までめっちゃバタバタしてて、あーね、全然食べれなくて、ホットミールは一個も手つけれなくて、うん、あらま。で、帰る時にお弁当に入ってたよ、うん、お弁当になってた。あら、私食べちゃったからか。いやいや、みちさんがバタバタ、いっぱい置いてた。嘘、うん、みちさんがバタバタしてる時に食べたけど、でももう動いちゃったからライブで。コーンスープなら2個持って帰ったよ。いる？欲しいかもしれない。いいんですか、はい、おめぐみ、おめぐみがもうこれもあるけど、あ、でもまあまあ、うん、後で。そう、今日、ね、あ、めっちゃこぼれてる。あ、デロデロのこぼする。ティッシュ、あんた、あんた。ちょっと待って、もう一個あるけん。頑張れ、頑張れ、生きて、おれ。あ、生きてる。コーンが弾け飛んでる。あ、生きてる。結構死に際のこぼれ。違う違う、あの片方、片方の犠牲になってる。そうそう。なるほど。いやー、残念残念、辛い、びっちょびちょや、びっちょびちょだ。あ、でも綺麗になりましたよ。本当だ、ビニールに入れてました。泣いちゃった。え、スプーンいる？え、いいんですか？うわー、わ、なんかめっちゃ持って帰ってますね、みちさん。そうよ。こう置いちゃった、寝てないかも。いただき、え、それ少なくなってません？私少ない方でいい？え、いいよ、もしお弁当あるもん。あ、そっか、いや、優しい。いただきます。そう、もうこのスープ、うん、うん、コク、おいしい、おいしい、言い換える。え、飲んだ、あったかい時、うん、うん、いいね、うん、なんかランチもあったらしいんですけど、私が行った時にはもうディナーしかなくて、うん、ランチはなんかほうれん草スープみたいな、うん、おいしそう。いや、コーンスープ一番好きかも、スープ界で。うん、味噌スープより、うわー、迷うね、うん、うわ、鶏ガラスープも好きだな。うん、わかる。でも洋食界のスープだったら一番好きかもしれません。コーンスープって洋食なん？え、洋食でしょ、うん、和ではない気がする。スープってこうやって飲むの知っとる？え、どういうこと？その波、波みたいな？スプーンで飲むやん、はいはいはい、手前からこうやってすくうんよ。え、こういうこと？こういうこと？そう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 、マナー、あ、なんか幕になる前にっていう感じなんですかね。え、分からん。なんかテーブルマナーみたいな。コーンスープは太らないんだって。めっちゃ太りそうな味してるっていうか、ね、うん、カロリーとか脂質高そう。炭水化物だっけ、コーン、コーン、穀物、穀物、わかんない、炭水なのかな、芋ではないから、うん、よかったライブ、うん、私なんかファンの人に「おき今日のライブよかったぞ」って褒められて、すごい学校の先生みた
今日良かったですよね。ねえ、なんか結構大変でしたもんね。バタバタっていうか、期間が短くて、ね、あの準備期間が。セットリスト自体はねそんなには変わってないけど、うん、16人が30人になるって結構、うん、ねえ普通のコンサートみたいな感じでね、うん、かもかも出たりはけたり出たりはけたりみたいなね、うん、覚えるのが大変でしたわ。よっちょうだね、ミスさんってあんまりメモ取らないですよね。うん、取ってるよ。でもあ、そうなんですか、うん、最近取り始めた。千穂さんかな、なんか全然取らないのに覚えれる人いません？うん、でも私も取ってなかった前まで。うん、脳内記憶。そうそうそう、どうせ脳内に入れんといけんけ、そこで集中しようって思って。ーええー、すごい多すぎたら覚えれる、うん、ね。変更変更ってなんか変更の変更とかがあったりするけんさ、うん、確かに健康前も分かってない最近書き始めた。あ、そう、私あれ、あの新しいノート使いたいときは綺麗に書きたいから、あの、うん、綺麗に書く分かる意味ない多分やり方、一文字目めっちゃ大切じゃない？大切、何回も消さん、うん、だから最初はセトリを書く、うん、文字の練習みたいなほら、うん、へえ、うん、あれもあのツアー新衣装もさ、はいはい、30人っていうか16人以上で着るの初めてだったから、確かにみんな揃って見てもらうの、どうもうなんかめっちゃカラフルになってそうですね。ね、うん、え、もう？ん？もうコンセプトの？うん、早い。グビグビ行ったけ早かった。そう、全員分、なんか全員分ないでしょどうせみたいな感じで言われとったの。うん、あ、コンセプトが？うん、違う、あの、あ、衣装？そう、衣装。あるんですよそれが。ね、あるんですよ。うん、珍しいですけどね、大体兄弟曲とかは16個しかないけど。まあ確かに。ね。うん、え、どうなんじゃろ、はいはい、48着あるんかな。48はないんじゃないですかね。 30? このツアー用、うん、でもどうせならね作っとったらまた周年婚とか、うん、どっかのタイミングで着れそうなのに、ね、でも結構 STU って研究生と衣装ちょっと若干違ったりするから、うん、いやそういうので作ったりはありそう。若干違う衣装みたいな、ネクタイとリボンとか、うんうん、色とか、うん、すごいなんか食欲が満たされるスープ、うん、すごいスープっていいね、収まりますね。なんか暴食の防止になりそう。最初に飲んだらね、うん、スープの中に粒がありました。あります、大変大変取るのが、いやよかったわね、余韻に浸りつつって感じの、うん、よかったわよね、うん、3階の一番後ろで 見てたって人がいる、うん、すごい、ありがとうございます。3階から見てくださってる。でも結構なんか山台とかに登ってたら近かった、うん、自分たちは、うん、近く感じた、うん、山台とかの人たちは、うん、楽しかった、ほんまにね、うん、マヒちゃんが大阪では、そうですね、無事に30人で立てるといいね。確かに、もう最初で最後のもう誰一人欠けることなく、うん、新潟と大阪ね、うん、なんか8月結構怒涛じゃなかったですか。確かに、でも9月も絶対怒涛よな。え、そうなんですかね、うん、
でもそうなりそうな気がする。8月は本当になんか何回もこっちの方来たし、確かにフェスとかもあったもんね、うん、いっぱい、うんうん、お疲れ様だ。え、カラーズも8月かね、びっくり。めっちゃ7月のイメージっていうか、うん、なんかそう思うと今月ティフもあったし、アットジャムもあったし、うん、すごい公演もあったし、台風にもあったし、すごいなんかいろんな、なんか確かに8月すごい大変だ。ね、今度はみんなで行きたいですね、研究生、うんうん、も含め、あ、公開のとか、うん、グリアリか、すごいですね、ね、コンサート、すごい、グリーンアリーナかっけー、ね、グリアリすごすぎる、うん。今日お知らせなんかあるかなとは思ってたけど、うん、多分ファンの方も思ってたっぽく、うんうん、なんか心構えがちょっと、うんうん、顔がもうピタッって感じでドドンの時、そう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 、ファンの人がね暗くなった時、そうそうそう、うん、でもいいっていうかね、華々しい、うん、お知らせでしたね、うん、まあね、皆さん的にはシングルの、まあ気になるのはね、がないとお話し会も、うん、ね、喋る機会がってなるし、うん、ね、気になりますよね、うん、私たちも気になりますね。最近はでも大体皆さんの前でシングルの選抜メンバーとか発表してることが多いから、うんうん、気抜けないですね。新潟も大阪も。そう？うん。なんかなんとなくイメージ。でも大阪の、うん、29日？はいはい。1日目はさ、追加になった1日目は配信とかないけんさ。はいはい、あ、そっか、うん。じゃあ、なんで配信ないんですかね。なんか追加になったけん。うん、あ、そう、追加日だからもともと配信は予定しとったけど全部の、うん、でも追加はなんか、うん、そのスタッフさんの手配が間に合わないというかみたいな感じで、もうじゃあなんかね、何でもねやり放題だしね、もう何でもできる、ね、配信入ってないライブはもうちょっと楽しみだな初めてっていうか1回しかないもんね、このツアーでは。そうですね、この追加日しか、ほとんど大体はあれだから、うん、うん、何しちゃおうかな、ね、MC ぶっ飛ぶかな、やばそう、全員で出てるから MC メンバーをもっとなんか、うん、ね、面白いメンツとかもできそうですよね。面白いメンツ、うん、おきちゃんが思う面白いメンツは、でも今日全然関係ないけど、なんかダンスの先生がアンピーのことめっちゃ褒めてて、うん、でアンピーなんか褒められてるって思って見に行ったんですよ。そしたら、うん、かまたみたいな、喋りが上手くなったなって言ってて、本当ですかみたいな、ちゃんと言うべきことを言ってすごいみたいな、すごい褒められてて、アンピの MC もっと見たいなと思いましたけど、あ、褒められている、いいね、面白いメンツ、あ、でもシミサラとか、あ、うん、なんか配信なかったらもっと面白そうな怖いな怖いけど確かに、なんかカオスなメンツ、なんか想像できないような メンツでやってほしいかもしれない、うん、マヒナさん、うん、アヤパン、うん、アンピ、ユキリカ、ユキリカ
いいね、うん、なんか面白そう。わかる、うん、なんかもうだってソラハとか私とかあかりんさんとかいたらなんかもうなんか回しちゃうじゃないですか、だからちょっと 見たい。うんうん、うん、気になるな、誰が回すんじゃろ。まひろさんとか、あそのメンバーだったら確かに、うん、リネ、うん、リネ入れる、入れた、入れたらすごそうだな、無限大ですね組み合わせもね、うん、でもやりたかったよね、なんかあのリクアワとかでさ、うんうん、AKB さんの、はいはいはい、なんかだまるまるの部屋とかやっとったじゃん、あ、はいはいはい、あれの ST バージョンやりたくてさ、おだとしたら誰で考えとったっけな、まるまるの部屋、ね、うん、ゆきりかの部屋かな、ゆきりかかあやパンだったの、あうわー、ゆきりかだった気がする、あ私が考えてたな、あとまひなのバー、あーまひなのバーいいですね、え違うまひなのバーにゆきりか来店だったかもあれ誰めっちゃ見たいそれ誰の部屋だったっけな、なんかゆきりかってファンの方の前ではどういう感じなんだろう、なんか私らの前ではすごいなんかこう、うん、なんて言ったらいいんだろう、ボソッと面白いことをなんかズバッと言う感じっていうか、あやぱんもゆきりかもジャンルは違うけどなんか方向性はなんかつかみどころのない面白さっていうか、一緒突発的なっていうか、そこにねまひろさんを入れたらめっちゃ面白そう、うん、ね、うん、スナック感がすごそう、いやそれがいいんじゃないですか、そうですね、バーカウンターも用意してもらって、そうそうあの丸い椅子であこうやってそうそう楽しそうだなって、ひなママに聞いてもらいたいですね、うん、めっちゃ楽しそう、やりたいな、リクをね、うん、確かにそういうのいいですね、そうなんよ、うん、MC で遊んでみたいね、一緒には MC した人います、え、うん、一緒に MC したい人、うん、難しい、誰でもいいな、うん、私はリネタンとしたいけど、うん、リネタンはめっちゃ面白いのに私が絶対それに返せないから悲しくてもういいや確かにちょっとわかる、リネタンはあんなに面白いのに、うん、なんて返したらいいのかわからない、うんうん、くて、私じゃ力量不足でした、リコチとミッチを見てみたいって、リコチでも、うん、神戸の2日目のユニット終わりが、うんうん、福ちゃんと私とリコチだったの、あらで、なんかリコチがタジタジしてたらしくて、うん、意外な、あんまりうまく喋れませんでした、ごめんなさいって福ちゃんに言ってたらしくて、びっくりした、リコチそんな感じもなかったんだけど、私から感じるには、あ、はいはいはい、リコチでも意外と気にしいだったり、うん、今日も結構バス長かったじゃないですか、うんうん、割とホテル着くまで、うん、マイカーの LINE のグループで暇ですずっとポン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 って LINE が来てて、うん、だいたいマイカーの LINE のグループってリコチしかほぼリコチで、たまにココアさんとかパセリみたいな感じなんですけど、うん、今日はユナユナがもう本当に全然現れないユナユナが月の写真を送ってきて、うん、東京の月は霞んでますって言って、うん、なんかそしたらみんな即立するんですよ、うん、なんか本当だみたいな瀬戸内は綺麗なんだみたいなレアキャラだから、レアキャラだから、その後はみんなで七並べしました、ああ今日かららしい、見てないわ月、今日が満月なんよね、ね、昨日もなんかブームーンだったけど、そう、見よう後で、ここで2人でそういうことそういうこと、わお、わお、わお、うん、
月が綺麗ですねってなんか言いますよね、告白の言葉、うん、なんだっけ I love you、うんね、今日 I love you の日なんだって。え、そうなんですか、うん、なんか831で I love you らしい、なんでか忘れたっけ。831で I love you、うん、I love you でもよかったなと思った、サングラスページの叫ぶ321。でもそれちょっとあの知識 ないと難しい。確かに野菜の日だ。あ、確かに野菜のイメージ。今日お父さんの誕生日なんですよ。そう、マイファーさんの。おきパパ、そうそう、だからなんかの曲の時にお父さんのことを思い出してうるうるしたんですよ、ね、笑顔のチャンスじゃない。あ、そうだそうだそうだ、歌わりやん。そうなんですよ、無口、あの、そうそう、うちのお父さん無口無口。そうなんや、うん、でもそんな名言は言ってもらえなかったけどそうなんですよ、泣くんだ泣くんだって。マイファーさん、あれいい、いい曲ですよ ね、あの悔しい、悔しいと思っているなら泣くんだ、次は勝とうと思えばいい。オッケー、ね、そんなこと言うお父さんすごい、うん、ね、なんか強そう、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。見てるかな。見てそう。本当にコーヒー豆って名前でよく言ってん言ってた、言ったことある？いや、ありますあります。あ、ほんまや。私がコーヒー豆に似てるって言ったら、うん、コーヒー豆って言ってた。黒いんだ。そう。お父さん全然アイドルのこと知らなくて、なんか呼び方もなんかマイキューのことが割と好きなんですけど、うん、中村は元気かみたいななんかマイキューってことも呼ばないみたいな。なんかアイドルを全然知らないお父さんです。コメントする時ある？いや、ほぼないかな。見る線。そうですね。七ラビはよくやってますけど。うん。文字の前で？いや、おきパパ。あの、よくあるあのメンバーの親あるあるみたいな。やってます？みちさんの親とかは。え、やってるけど名前はパパママじゃない。たまになんかパパママ同士が当たって、その対戦したみたいな報告とか。パパママ同士が、パパとママとあと2人ってこと？なんかあの他のメンバーもなんとかママみたいな。ああ、そうそうそう、それでなんかわかるみたいな、まあ、偽ママかもしれないけどそうそうそう、姉級とか例えば。意外となんかそこで遭遇してたりとか。何の話してましたっけ？ I love you か、うん、8文字と3語と1つの意味だった。あ、なるほど。 L-O-V-E-Y-O-U、 はぁ、あ、はぁはぁはぁ、おしゃれ。 I love you、 なんて訳します？ I love you、 自分がもしその立場だったら。え、月が綺麗ですねみたいな感じでってこと？まあまあ、そうそうそう、直球じゃなくて、なんかそれの返答もありますよね。なんかなんだっけ、月だっけ、なんだっけ、なんか殺されてもいいみたいなやつ。え、そんな重い？え、そうそう、重かった気がする。え、なんだっけ、なんかそういうのありませんっけ。あ、死んでもいいわだったかな。そうなん？ちょっとはなんかすぐそうそう、誰人ありそう。確かに、なんかそういうのがあった気がします。誰がどうとかあんまちょっとわからないけど、うん、あれだよね、手紙のやり取り、うん、みたいな昔の。お、死んでもいいわですね。へえ、マキさん合ってる。あ、合ってるって、おっしゃんって、すごいね。でも確かにちょっと重いかも月が綺麗ですね、死んでもいいわってこと？私死んでもいいわってこと？へえ、なんかあんまちぐはぐに見えるけど、うん、どうそれを読み解くのが国語なのかも。何にしようかな。あ、考えれる。え、じゃけん伝わるか伝わらんかわからん言い方ってことよね。あ、そうですね。iPad 持ち出して
そうですね、まあまあ。おきさんも考えてる？I love you、 あなたのことが好きですを、そう言わずに好きって伝えるのが、月が綺麗ですね、うん、すごすぎ、わからなさすぎ、すごい、え？難しいな。実が熟してますね。え？え？え？聞かれた？聞かれたね。突然の、どういうこと？実が熟してますね。え？じゃけ？ああ、フルーツとかの、そうそう、食べ頃っていうこと。違う。違う、そうじゃなくて、どういうこと、あの、はいはい、両思いなんじゃないみたいな、なんて言ったら、もうね、二、うん、人はね、そうそう、関係が熟してるって、そう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 、それは違うっておいなんでやねん、うん、難しいですね。なんか、あなたのお味噌汁を飲みたいみたいなさ、うん、プロポーズの、そうそう、そういうのでもダメでしょ、だって、そうですね、ちょっと直接的すぎる、うんうん、あなたの歩道側を歩きたい、ちょっと直接的すぎる、あ、それ直接的ダメ、難しいな、もっと手、あれだよ、もっと遠回し、文学、うん、文学的な、うん、はあ、難しいな、こんなん感じで告白されても多分わかんないですよね。確かにみたいな、月綺麗だね。うんみたいななりそう。確かにね。車道側じゃないんかいって言われた。歩道側。歩道側悪い。確かに確かに。確かに、まあでも女の子ですから私はね。そうね、車道側を歩いてもらって歩いてほしいなっていう。確かに。車道側いい。皆さんも考えてください、うん、それを I love you の日にしましょう。難しいな、うん、えってなる言葉ってことじゃんもんね、まあ、そうですね、一回聞いただけでは分かんない感じ。 I love you、 I love you、 うん、直接的なのしか出てこない、うん、ここ電波いいですねは、え、絶対分からん、分かんない、ここ電波いいですね、え、難しい、ちょっと読み解くのに必死かもしれない。確かにどっからそういうのが思いついたかっていうことを読み解けばいい、え、あなたの隣にいたら心もすんなりみたいな、そういう、そういうあれ、心もすんなり、心もこう、やばい、なんか国語の作者の気持ちみたいな、うん、どうなんやろ、難しいですね、はいはい、でも確かにちょっと令和っぽい感じはある。 Wi-Fi が、何、 Wi-Fi？ すごい電波がいいか、 Wi-Fi じゃないのか、うんうんうん、サクサク進むってことじゃけん、うんうん、で、答え出た、現代人が一番好きな場所イコール電波がいいところ、なるほどなるほどなるほど、令和ならではの月が綺麗ですねバージョン出ました。難しい、難しいですね、沖ルームではないの、沖ルームめっちゃ綺麗な言葉しかない、あ、この綺麗な海をいつまでも君と見られたらいいの、あ、おしゃれ、おしゃれっていうか綺麗だけどちょっともう告白だ、伝わっちゃう、伝わってる、伝わってる、うん、キュンしちゃダメなんで、キュンじゃなくてうんみたいな、うん、なんだい、え、どういうことみたいなのが、うん、難しい、
ナイストゥってどういう意味なんですか、さっきからめっちゃコメントで私が推奨コメントに入れてるから。あ、どういう意味なんですか、ナイストゥって。どういう意味もない。ナイストゥとミチュー、分けちゃった、ね、やばい、このままじゃ私がただ歩道側で歩きたいだけの人みたいになっちゃった。頑張れ。チーズバーガーを食べながら言う言葉で、うん、あなたの隣だったらチーズも溶けちゃうね。ダメよ、 ダメ、あなた入れちゃダメよ。あ、そっか、チーズも溶けやすいな。あなた省いた。あなた省いて、チーズも溶けちゃうな。あ、面白い。お餅がつけたよ。え、どういうことですか、叩いて。え、こうなって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 もちもちのお餅。え、それがどうしてアイラブユー。一つの塊にくっついた。くっついた。くっつきたいってこと。ああ、あなたにくっつきたいで、そうそうそう、お餅がつけたね。そうそうそう、もうくっついたってこと。そうそうそう、はあ、で月が綺麗ですね。もう綺麗じゃん。そうですね、お餅ももうつけた。え、じゃ月が綺麗ですね。え、あれってあなたが隣にいるから綺麗に見えますねみたいな。え、そうだな。そんな月が綺麗ですね、月が綺麗。そういうこと？え、そういうことじゃないですか、わかんない。月が綺麗ですね、どういう。え、そういうことなんじゃないですか。だってもう月が綺麗なら月が綺麗本来の意味？うん。あ、いいじゃない。気持ちが固まった的な。あ、はい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 。いい採用。意味を持たせてる。うん、このね、ゴリヒロさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。うちのお父さんと同じだ。本当だ。I love you、 実質パパ、うん、パパとパパだ。うん、いい日ですね。でもじゃあ8月31日はね、ね、みんな、うん、おしめに I love you を伝えましょう、うん、そう、夏目漱石が生んだ、うん、夏目漱石さんはその言葉にどういう意味を含んだのかな。もうなんて言ったらいいじゃん、2人にしか伝わらん合言葉みたいな感じだったかな。そうなんですかね。どうなんですか、難しい。文豪の考えることって難しいですね。理解しがて、ね、教えてほしい、国語の先生とかに。ブレーキランプ5回点滅。愛してるのサイン、うん、こんなに愛について考えることはない。当時の恋愛観では直接愛してるとは言わんだろって感じじゃないの、うん、月が綺麗ですねっていう些細な会話ができる時間が幸せですねの意味。それはむずすぎるわ。じゃあ私のチーズバーガーも採用されていいぐらいの。あなたの隣にいると溶けちゃう、うん、チーズ溶けますねみたいな。でマックでカウンター席で食べてます、うん、隣来ます、チーズ溶けやすいですねみたいな。キュン。あ、なんでって言われたら、あなたが隣にいるから。今年も同じ空の下で月見バーガー食えますね。ああ、確かに1年越しでも。なるほど。
まあでも奥ゆかしいのがね日本人ねいいですよね。みつさんは割ともう直接的やったけど、うん、えみがお餅とかお餅もだし熟したそう、うん、なかなかボクちゃんの方が直接的やろ。チーズバーガー、うん、チーズバーガーちゃん難しいですね。難しいですね。日本語って難しいですね。いいですね、うん。49分です。え早っ。早い。さっき始めて ね、 ね部屋もまだちょっと暑いし。確かに、うん、ちょっと今床座ってるからガチャガチャしちゃう、うん、なんか書くの。そう朝配信でね、うん、あのえちいかわ書いてる。そうでも下手だった。えうまい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 。みつさんのうさぎこっち見せていいですか。見えるかな、うん、え、これ模写。うん、え上手。え、何も見ずに。え、一回見て、うん、記憶で書いた。うまい趣味です、趣味。すごい恥ずかしい。恥ずかしい。おきちゃんもさ、書いてるね、昔私の あれで何書きましたっけ。なんかマイメロと、うん、あ私こう見えて私とデザイン科の高校通ってたのに、ね、絵がめちゃくちゃ下手くそっていう。すごい上手だった。ドワーフウサギ。確かにあのウサギのドワーフバージョン。何でもできるってこと。うまいよね、おきちゃんって八割ちゃんうまいよね、うん、あ、あ、あ、タワーのお礼ね。そうそう、今日の朝のお礼をごめんなさいね、いきなり。いえいえ、大事よ。私もう4本ぐらい貯めてるから。え書くこれで。いや、あの来月に。あ、そういうことね。やらせていただきます。ありがとう。いやおきちゃんも絵描こうや。うん、何の絵描きます。え、でもそんな下手じゃないよね。まあまあまあ、まあ、描いて何か当ててもらおうや。あー描いて何か。じゃあ私のともみちさんが好きなやつで、もう分かったか。うろ覚え。嘘うろ覚え。うん、きちゃんピカチュウの絵がうまいって。嘘。え、私も下手ではないんですけどね。はい。おお、なぜこれね。思ってたやつと違った。え、一回答え合わせしていい？あ、はいはい。おー、正解。すごい。全然似てないんだけどでもわかるでしょ。うん、体の感じ。うん、なんだ。スイカスイカなわけ。あ、あ、でも正解。え、あ、すごい。すごい。待って、みちさんのゲームではちょっと起きる正解ができてるのに。起きるファイト。あ、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 正解。そう、こじこじですね。わかるって。おー、すごい。一回も見ずに書いたらこんなもんですよ。確かに。書いてみてください、じゃあ。ちょっとあの、アバターとかね、見ないようにね。あー、そっか。おるもんね。こじこじのね。どんなんだっけ。ほっぺあったかも。そんなヒントくれるの。いや、ダメだもん。みちさん、ショールーム見ちゃダメですよ。あ、いっぱいおる。こじこじアバター結構いるかも。好きじゃん。だよ。53分。丸がうまく描けない。
んな楕円じゃないな、すごい輪郭にめっちゃこじこじはこじこじだから、お前やめろよジロジロくん、ジロくんちょっと得意かもしれない、こじこじ難しい、ジロくんこじこじの友達ねみたいどんな、ミリシラはね難しい、ん水に描くの、うん、楽しみ、こじこじって意外と装飾品多いなんかイメージハーフだわあ、じゃあ先に見せます、じゃん、あーあーうまいうまいうまいけど、え、な、うまい、なんかトゲ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 、うまいうまいうまいけど違うあ、なんかちいかわ入ってるくない、ちいかわ入ってますね、口がちいかわ、でもうまいうまいなんかグレたちいかわみたいななんかでもすごいコラボしたらこんな感じあるもんね、サンリオとかコラボしてるもんね、多分そうなんだろうなみたいな、おもろい、めっちゃ特徴つかんでますね、大きい横じゃなくて縦か、そのトゲトゲあれトゲトゲだったトゲトゲこれと、え、このほっぺたにあるやつ、あ、そうそう、やばい、なんかあったな、内側に装飾がね難しい難しい、いいね、うん、でも画伯ではないから可愛いでしょ、うん、うん、かわいいでしょ、うん、抜け感があるよね、お人によってあえとのね、そう、うさぎもそうそうそう、いや、かわいかったです、おきちゃんの小汚いって言われてひどいひどいひどいあの服のこれかなでもなんか結構ね、あ、うん、ちゃんと服着てる、こじこじ、うん、意外と可愛かったです、うん、ああモコモコか、トゲ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 ばっかじゃなくてモコモコなんじゃん、みつさん鱗の描き方で描いてねえめっちゃ尖っちゃった、うん、いやでもでもまあ見ない割にはもう1個ぐらい描く、もう描きます、あと4分やけど、いける、できるやろ、何描いてほしいですか、うん、え、でピカチュウがうまいって書いてあったっけ、いやピカチュウな、難しいな、そう確かに、さくらももこさん感あった、おきちゃんの絵、あ、でしょ、うん、すごい世界観を捉えるのが上手な感じ、いや嬉しいですね、そんな風に言ってもらえて、おじゃる丸ね、やばそう、いや、うまいとは思うんですけど、これが何かって言われたらピカチュウだろうな、またなんか トゲトゲが体にこれねでも偉いね、ちゃんと体まで描くの、うん、ピカチュウでしょ、言われたらこれが何かって言われたら、うん、まあ確かにでしょ、かわいい、うん、いや、うまいですね、改めて見ても、ほんとチーカはうますぎる、頑張るわ、もっと、うん、あ、おきちゃんが描いた昔の絵、何これ世界平和の杉描いてる、ほんとだ、おきちゃんが描いた、な、なんだろうそれ、ズーズー面白い、そう、両手手から国旗持たせてるんですけど、うんうん、え、いつも持ってないよね、たまに持ってます、あ、そうなん、でもなんか最近やめた方がいいよって言われて、へー、うん、そっか、そうなんですふ面白いね、そうなんですよ、そろそろ終わりや、壇上読む、壇上読みましょうかね、うん、ありがとうございます、交互に、うん、
では行きますね、はいはい、13位ジュノラゴさん、13位トモタカさん、12位ミーさん、12位キョウイさん、11位カネシックさん、11位ヨシオンさん、10位昔からおでんさん、10位モンブランさん、9位ウオー大天使ミツキーさん、ミツキーエルマールさん、8位週末月末ジャストミートさん、バンボシさん、7位ジュンさん、おー7位ジュンちゃんすごいすごい、6位 MK さん、6位カズネさん、5位ブルーさん、アッチャさん、4位同じ布団に寝ないでヨさん、寝てやろうか嘘です、はい寝ません、はい、テリーピーさん、3位月末ナッカンさん、ジェリーさん、2位テリーピーさん、ブルーさん、そして1位はドゥルルルンジジャン、ヨシヒコさん、コバチャさんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい同じ壇上にね飲みに行ったりとか、ね、すごい、ラッキーナンバーはまさきさんです、20人おめでたいですね、おめでたい、ありがとう、ありがとうございました、楽しい一日でしたね、ツアーもね、めっちゃ良かった、ぐっすりだわ、うん、ゆっくり休みたいと思います、うん、皆さんもゆっくり休んでください、はい、お休みください、で新潟も大阪も頑張りましょう、明日は何よ、金曜、おーすごい、足金、足金、バイバイ、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様です、もうあと1分とかでも、うん、あともう12時になった、本当だ、おはよう。